さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはファットテイルジャービルのノイちゃんになります。ノイちゃんなんですが、体がこのようにちょっと膨れてしまって、病気で、通院して投薬をしておりました。結果内服のお薬は効いておらず、まあこんな感じで未だに太いままになっております。まあここまで来たらなんかさらにちょっと横に大きくなっちゃってる気もするので、もう腹水とかなんかそういう水が溜まってるっていうわけではなくて、内臓系で何かもう子宮とかそれこそ何か異常を発しているのではないかということで、もうこの次はまあお腹を開ける手術をするっていう選択肢になってきます。一応まあ私がいつも行っている病院がエキゾチックも得意としている病院なんですが、まあ、ハムスターとかはそういう回復手術っていうのをしたことはあるんですけど、ファットテイルジャービル自体はしたことがないそうで、でもまあこれは開けてみないことには原因がつかめないということで、まあそもそもじゃあ開けれるのに耐えれるのかどうかっていうのとかも含めて今、どうしようかなと思っているところです。ファットテイルジャービル自体は、まあ、寿命が3年から4年ある、ちっちゃい割には長い生き物なので、まだノイちゃん1歳過ぎなので、本来の寿命としてはもうちょっと生きるかなと思っているんですけれども、果たしてこのちっちゃい体にメスを入れてまでした方がいいのかとか、メスを入れても治る確率とか可能性がどうなんだろうっていうのを含めて今、まあ、先生とも相談して悩んでいるというところです。なんかこういうちっちゃいことって難しいなと思います。ちょっとね、背中とかもハゲてきちゃってて、ちょっといろいろとかわいそうな感じではあるんですけど、一応その薬では治ってないよという進捗の動画になります。またね、近々病院に行くので、まあ、その時までには私もこの子をどうするかっていうか、どうしたらいいのかっていうのを考えたいと思います。またファットテイルジャービルとかあんまりその症例とかもないので、こういうのをまた共有できたらいいかなと思って随時更新していきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。